萩市には旧暦の3月3日にひな祭りを祝う風習があります。市街地を流れる相場川では子どもたちが折り紙のひな人形を乗せた藁の船を次々と浮かべました。密集を避けるなど感染対策も取っています。無病息災を願ってですね、この新型コロナウイルスにも負けずにですね、これからも健康で健やかに育ってほしいと思っております。やっぱりちょっとでも外に出るとその日の気分が違うみたいで、船にや桜や菜の花など季節の花も添えられています。ひな人形は鯉の泳ぐ相場川をゆっくりと流れていきました。やっぱり心配なのでそういったのにもかからないように元気でなんかすくすく育ってほしいなっていうのが一番の願いです。元気でいたいです。参加者は一日も早い収束を願っていました。